反則をしてくれるようになります。で当然私たちはお金を払っていないんですけども、彼らも自分のステーションのインパクトが知りたいので、日本が反則をやるときに、同じ時期に反則をやってくれるようになりました。でこれはその、一例で、例えば縦軸が予測スピード、それから横軸が未来での1日あたりの観測回数で、観測コストがかかりますので、どれだけのヒットが、適当かというような見積もりを、行うことが、可能になりました。この場合は1日4回が適当だということが分かります。でこのような研究を行っている最中にもですね、北極海の夏の代表面積というのはどんどん増えています。で私が北極海の研究を始めたのが2002年ぐらいですから、その頃はまだ、急激な減少の部分ではないんですけれども、ジャムステックが移動してから例えば2005年とかですね、観測史上最小の面積を、当時は記録しております。でその直後の冬ですね、平成18年降雪が、来ます。で昨日のセッションでも、異常気象変動、分析会の発足の、きっかけとなったのがこの平成18年降雪だということを、気象庁の前田さんが、おっしゃっていましたけれども、実はこのバレンツ海の海氷面積が減って、ユーラシアが寒くなる、そういった研究の契機でもありました。でこれは今は新潟大学、当時ジャムステックにおられた、本田明治さんと、学会等の、懇親会の場とかで、雑談レベルで、話していたんですけども、北極の氷がなくなったらもしかしたらその上流側ですので、バレンツ海というのは日本に対してですからその影響が何らかの形で、ユーラシア極東の方に影響が及ぶのではないかどうか、そういったことを、議論していました。で、実際にその最解析データとかあと GCM の計算を行うと条件を整えると氷を減らしたときにユーラシアが冷たくなる、そういった結果が得られまして、2009年に本田さんが、主張者である論文が、出ているわけです。でこの論文、2009年の論文は現在は、約200ぐらいの、サイテーションになっておりまして、当時の、研究が今でも、よく引用されるようになっており、この分野において、かなり一石を投じる、研究に。その後もですね、我々のチームでは、私が関連する、論文の中ですけれども、いろいろな研究を、この分野で行いました。これもプレスリリースのタイトルを全部持ってきたんですけれども、一番上は、ジャムステックの堀さんと行ったもの、それから2番目は私がやって、3番目は当時私の学生だった佐藤勝俊君が、東大の煽りの渡辺先生の LBM を用いた研究で、中緯度の海水温が重要なんだというような研究も行ってきました。で最近では、現在先端研で研究されている森さん、等の、グループと一緒に、研究も、してきております。でこれらの研究は私が行った2012年の研究だけがちょっと異質なところをこれから説明、したいと思います。で私は観測に、注目していたので、このようなバレンツ海の海氷が、中緯度に影響を及ぼすというような、ことが、指摘されるようになってからですけれども、じゃあ実際にバレンツ海行ってみようということになりました。で、冬の、バレンツ海で、ノルウェーの船に、挑戦して、バレンツ海に行くわけです。で非常に、波が高くて真冬ですから、そういった中でも、私が乗ると結構こういうイベントに当たるんですけども引きが強いんですけども、ポーラーローを捉えることができました。でこのポーラーロー自体はそのユーラシアの寒波とかそういったものには直接は影響は及ぼさないんですけれども、当時ですねその1週間後に、福井で豪雪が起きて日本付近が寒くなったんですね。で船に乗りながら考えていたのがこういう、シノプティックな上段が、のあと数日あるいは1週間後ぐらいに、日本あるいは極東の方に影響が、及んでもおかしくないのではないかというような、アイデアに、
ドの研究はその12月、1月、2月の平均的な場で、ユーラシアが寒くなるというような研究が多かったんですけれども、私のアプローチは、まあ、これは災害石ですけれども、一個一個の低気圧を、氷が少ない年あるいは多い年に分けてトラッキングして、その合成として、例えば沿岸域で高気圧アノーマリができる、その領域で、北極が暖かくて、陸域が寒いというような、相関スケールの、場としてこういったアノーマリを見つけたというところが、私は新しい点だと今でも思っています、まあ、これはあの2012年の論文で今から5年前ですけども、この5年間に何が、起きたかということなんですけども、まずその北極の海氷が減ると注意度が何らかのレスポンスをする、そういったような研究がものすごい増えています。でその他に、そのコミュニティがどんどん大きくなってきて、今では北極だけではなくて中緯度の研究をやっていらっしゃる方々も北極に注目をし始めています。でこういった中で3年ぐらい前まではその北極の海氷の影響が中緯度に影響が及んでいるのではないかというコンセンサスが得られたかのように思われたんですけれども、ここ 1,2 年はですね、さらにその影響っていうのはあるのかもしれないけどもどの程度なのかというのが問題だというような指摘が、中緯度海洋気象を行っている研究者からかなり指摘されるようになってきています。でここら辺は、昨日の、異常気象の、セッションであったり、あるいは一昨日の JPGU で行われた北極の科学のセッションでも、そういった議論が少し出てきているようです。で実際に、今年の2月の DC では、こういった北極の変化とその中緯度への影響というワークショップが開かれるようにもなっています。さて私は、今何をしているかと言いますと、まあ、このようなあの観測それから予測可能性研究プラスこの北極中緯度気候リンク、メカニズム自体は、たくさんあってどれが正しいかというのはまだ、決定打に、欠けているわけですけれども、どちらにせよ高精度にこういった、極端現象を、予測することは社会的ニーズに、まあ、合致しているだろうということで、私は、こういった現象を、予測するためにはどういったアクションが必要かということに今、研究をシフトさせています。でオリジも、WMO の、WWRP の下にポーラープレディクションプロジェクトという、2013年から10年行われているプロジェクトが走り出しています。それと、まあ、ほぼ同時なんですけど2015年からは日本の北極域研究推進プロジェクト ARCS というものが走り出しまして、ちょうどこの極域の観測それから予測を向上させようという時に日本がかなりこちらに資源を投入できる状況が揃いつつあります。例えばこれは ECMWF で、ある日の予報に使われた観測データセットの、分布を示しています。で北極点中心の図ですけれども、ユーラシア、シノップのデータが非常に多い、注意度は非常に多いんですね。ですけれども、北極海上というのは、先ほど、私が、やっていたあの V のデータが、ほぼ、それだけです。ですから延直のプロファイルというのは、ここの海域ではなかなか取得することができないということが起こります。ですから、皆さん使っていらっしゃる再解析データを作る場合にも、この北極点付近の データがどのように、プロダクトがどのように、作成されているかを、使われている観測データを見るとこんなに、観測の、空間密度差があるというのに驚くかと思います。これは南極の方がもっと広い。でそういった中で、私たちがこれまで行ってきたのは、北極の特別観測を、次々と、実施企画していくことです。で当初は、自分たちの船を持って行って、ここで観測をやるから一緒にやりましょうというような声かけをしていたわけですけども、最近では、その観測の頻拍を調べることも、日本ができるということが、他の国も分かり始めていますので、こういった日本が関わらない観測に関しても、こちらがそのインパクトを調べるというようなことを行っています。それから今日の、午前中の発表で、あったと思うんですけども、こういった冬の
データっていうのはなかなか取得しづらいんですけれども、集中観測としては、こういったデータを使って、中緯度への寒波、北米それから東アジアへの、寒気吹き出しのインパクト、予測精度向上にもこういったデータが重要であるということが近年分かり始めています。で直近では、2016年、12月に、そういった寒波の予測をもう少ししましょうということで、ニーオールスンと、今度はフィンランドも新たに加わって、特別観測を2週間、行いました。でこの期間中は、これは昨日の、極域寒冷気研究連絡会で特集した、事例なんですけれども、北極点付近で、真冬なんですけれども、プラス降雨が、観測され、札幌でクリスマスの大雪であった、そういった事例に、当てはまる期間なんですけれども、この特別観測が、そういった極端な現象に、どれだけインパクトがあるのかというのが、現在、調べているところです。さて、これは明日の、シンポジウムの、内容の一部、の紹介なんですけれども、実は先週から、この PPP というプロジェクトの、集中観測期間が、先週から始まっています。極域ですから南極も含まれるんですけれども、あらゆる観測手段を用いまして、ブイであり、船、それから航空機、衛星、そういったものを使って、できるだけ、オンラインで観測データを取得して、GPS に乗っけて、天気予報をまず、向上させてみようというプロジェクトが、進み出しています。で現況の、センターとしては ECMWA、NCEPそれからカナダの、インバルメントカナダなどが、こういったデータを、即座に増加して、極域の、予測、海氷予測なんですけれども、そういったものを、調べるデータセットを構築し始めています。その中で日本の、北極のプロジェクトというのも、例えば未来の、北極海の観測あるいは、データインパクトを調べるような数値実験、そういったものを、行い、かなりこのポーラープレディクションプロジェクトの中では日本のプレゼンスというのは大きくなっています。で今後2年間こういった観測をしていくわけですけれども、一筋縄ではいかないというか、集中的に観測しても、その後どうすればいいかというのを考えなければ、そのためには、どこの観測が、重要で、どこの観測が、それほど重要でないか、そういったことを、調べていくことも、重要になっていくかと思います。で、これは最後のスライドですけれども、この10年間ですね、北極の研究に携わってきて、なかなか大変なことがあります。サイエンスとしてやりたいことがあったとしても、それを可能にする、観測、あるいは計算期限が、その時には間に合わないんですけれども、時間をかけると、可能になってくるのかなというのがこの10年間、思っていることです。でこの言葉というのはノルウェーの、北極研究家であり、ノーベル平和賞受賞の、フリッチョフ・ナンセンの言葉なんですけれども、時間をかければ、不可能なこともできるのではないかというような、言葉。これは私家にこの言葉マグネットがあってあるんですけど、冷蔵庫に、あってあるんですけど、たまにこの言葉を見て、今の自分の、やってることが、例えば5年後10年後どうなるのかなというようなことを、日々思い描いております。これで、お話を終わりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。